はい、皆さんこんにちは、村長です。今日は皆さんが音楽制作でとっても困るノイズのお話をしたいと思います。ノイズのソフトにはいろんなメーカーからたくさんいいものが出ています。でも基本的にはほとんどが構造というか、それはよく似たものです。いわゆるノイズを検出して逆走ですね、ノイズに対するマイナスの信号を与えて、音の特性上同じ時間軸にマイナスの位相データがあると音を打ち消すという音響上の基本的なシステムをうまく活用したソフトウェアです。絶対にどのメーカーがいいというのではなく、僕も今画面にはアイドトープのRX シリーズを画面に出していますが、使う場所によっては Waves の Z ノイズなども対応しています。そして今日は2つのプラグインが前に出ていますが、左の方が RX8 のボイスデノイズというソフトです。そして右の方がスペクトラルデノイズというソフトが立ち上がっています。これほとんど同じようで、そしてアイドトープとしては右の方のスペクトラルの方法が細かな音楽的分析をするために開発をしたのですが、今日はあえてボイスデノイズの方のお話をします。なぜかと言いましたら、後で細かい説明はしますけれども、こちらの方は自分でこのイコライダーのようなこのラインを自由にコントロールできるんですね。このソフトウェアの原理と仕組みが分かったら、マニュアル操作ができる方がずっといい結果が出ますので、それを使ってみたいと思います。村長ミュージックスタジオ、こちらの方はですからあえて削除しておきます。初心者の方、もしくはRX8 を使ってノイズが取れるというところを大枠で捉えてやってみようとした人が大失敗する要因があります。それはこれ今ギターの音源です。ちょっと聞いてみてください。こういうような音源です。ですが、RX のボイスデノイズをこのようにインサートしましたら、入れたままで使うとこのようになります。耳の言い方はもう分かったと思うんですけれども、音質が随分変わっています。アマチュアの視聴者をごまかす程度にはそんなに大きな問題はないんですけれども、ノイズが取れているか、それ以前の問題としてもう音質が変わってしまって、僕のところにも RX8 のボイスデノイズとかスペクトラルノイズなんて使えないよという方がよくおられます。この使い方は大きな間違いです。ですからこの状態ではこのソフトはうまく使えません。ノイズとなりそうな原因、このように音が入るまでの、そしてマイクがオンになっている状態の部分にこのように短いループを作り、ここで回してみます。まだ音は全く入っていませんね。もっと近づけてみます。はい、どうでしょうか。音が入りかけましたね。これがノイズの基本的な原因です。このノイズをこのようにして、いわゆる無音と思われる部分にループを作り、そしてこのようになった時に、この自動モード、アダプティブモードというモードがありますが、これを一度切ります。切りまして、
その左側の Learn というボタンを押すと、このように波形を分析してくれます。そして必ず忘れてはいけないのは、もう一度 Learn を切ることです。じゃあこれで本当に取れたんでしょうか。よく見てください。この2の部分のところが、たまにこの2を越す白いラインがありますよね。これではまだ取れていないということです。そういう時は、この左側のフェイダースレッショルドを上げます。皆さん、これをどこまで上げたらいいのか、いわゆる取れるところまでということで、一番上まで上げたら必ず取れると思うんですが、こうすると、やはりまたどこかの音に影響が出てきます。ですから、ここが絶対に超えない程度、ここぐらいまで上げるとちょうどいいですし、そしてもしこれがスレッショルドが少し下になっていても、右にリダクション量がありますので、ここでリダクションを少し多めにしたら、これは取れてくることになります。でも、基本はスレッショルドより上回っているわけですから、これではダメですね。こういう時に、このアダプティブモードをチェックを外しておくと、このように編集ができますので、2番の出てそうなところは、このようにして、山を上げて越えないようにすると。そして、じゃあこの1より低いところ、ここはどうなのって言えば、ここはもう周波数で言えば 50Hz 以下ぐらいですので、このぐらいではさほど影響がありません。そしてこの原理からすると3はもう少し下げてもいいことになります。4も5も6も下げても超えてないんであれば、これが問題なくこの今鳴ってる波形にだいたい追従すればいいわけです。ただしこれは悲しいかな、この2番というのはもう少し上の周波数とかいうのはできないで、1,2,3,4,5,6 は固定周波数なんですね。ですからこれを変えることはできませんので、その辺のところはご了解ください。そしてこのようになっていれば、そのぐらいリダクションを取らなくてもいいラインがありますので、ここは耳で聞いてこのようにしながらノイズがちゃんと取れるかを確認してください。これが今のギターに入っている例えば換気扇の音であったり、フロアノイズと呼ばれる部分を取る時の方法です。今度はエンディングなどの時に、音源などのサンプリングでノイズがプチッとだけ小さな音で入っているところがあります。それを取るのにどうするかといえば、簡単に言えばもうそこが必要でないなら切ってしまえばいいだけのことです。切って、そしてそこを縮めるとか、こういうふうにしていいところまですればいいんですが、どうしても残っている部分が欲しい場合があります。そういう時はどうすればいいんでしょうか。だいたいプチッと鳴っているところはわかります。どの辺で鳴っているか聞けばわかるわけですから、そういう時はこういう方法がいいと思います。まずその部分をこのようにスライスする、もしくはちょっとあえて擬似的に作ります。そういう部分をここで少し音がもうあることが分かっている場所ですね。それをこのようにしてここにコピーします。これでノイズがここに作られたわけですね。そしてこれをこのように全部選択して、スタジオ1では結合というのがありますが、結合という操作をします。このデータをあえて別のトラックに持ってきます。はい、ここにはノイズがあるんですけれども、皆さんこの小さなノイズをどのようにして見分けるかです。もちろんこのように大きくしてしまうという方法も一つですね。でもこういうことをしなくても、
簡単な原理なんですけれども、ここでこれをカットします。まあ、必要な部分をカットするわけですね。まあ、できましたら、さらに細かいことを言えば、これをあえてこう重ねて、クロスフェイド。スタジオ1の場合では X を押して、これとこれをクロスフェイドさせばいいことになります。でも、これ今 X というのを押してるんですが、クロスフェイド全くしません。なぜかというと、通常本来スタジオ1の音源はこのオブジェクトの上の方にチョボがついててですね、ゲインを調整できるようになってるんですが、これができない時があります。なぜだろう？いつもはできるのにというふうに思われる方、これはちゃんとしたバウンズをしていないからです。ですからスタジオ1の場合、コントロール B をしてバウンズをしてしまうと上の方にチョボがついてきます。もし見にくい場合は一度これをグーンと上げるとこのようにどこにノイズがあるか、もっと小さなノイズであってもこのようにして大きくしたらできます。スタジオ1の場合は24デシベル以上上げれません。キューベースの場合はもっと上げれます。でも、これはもうこれ以上上げれないんじゃなくって、ここでとっても応用です。もう一度コントロール B を押すだけで、またさらにバウンズをし直しましたから、まだ大きくこのようにできるようになるわけです。このようにして、ノイズの場所がこれではっきりわかりましたから、ここでノイズを探し出したい場所をループしておけばいいわけです。そしてこれをちょっと元に戻しますが、ここにノイズがあるということです。ここでちょっとテストをしたいと思います。RX を動かします。再生します。はい。これは皆さん今も音が大きく聞こえていると思いますが、これはたまたま作ったサンプルですので、もっと小さいと思っててください。あえて小さくします。それでもこのように音が出ています。この時にランを押します。こういうノイズ波形がここに出てるということです。そしてもう一度ランを切ります。はい。これで随分マシになりましたが、まだ聞こえています。それはなぜかというと、この1や2を超えてる音があるからです。こういう時は、このスレッショルドを上げることと、ゲインのリダクションをより上げるということです。まあ通常はこれぐらいの音だと思うんですけれども、このようにして青いラインが基本的なスレッショルドラインです。マルチバンドのスレッショルドということです。そこにこの白い音が届かなかったら基本的にはいいということなんですが、あえてスレッショルドを下げていくと、このように音が出てきます。ですから青い線が白いラインを上回っているということが一つのポイントになるということです。このようにマニュアル操作でこれができますので、あえてこういうふうにすると中域からノイズが出てきます。こうすると広域からノイズが出てきます。はい。このようにしてマニュアルでやってもいいわけです。もちろん、こうやってランでして、はい、こうやって切るというのも一つの方法ですが、それでもどうしてもダメなときは、マニュアルで動かせばいいということになります。それと、ここに二つのパラメーターがあります。オプティマイダというのは、このダイアログとミュージックということになっています。ミュージックはより複雑な
ボーカルであったり音楽的サウンドのノイズを取るときに有効です。そしてダイアログというのは、こんにちは、明日は晴れるでしょうというように、こんにちはと明日はというところに空白がありますよね。このような特性のいわゆるおしゃべりの時により効果が発揮できるような形になっています。そしてその右側のフィルタータイプ、これもどちらかといえばこのジェントルというのにしておけば、取る取らないが少しスムースになるようになっていますので、音楽で使うときはミュージックのジェントルというのでやるのが一つのいい方法だということになります。このように基本を押さえればノイズが簡単に取れて、もちろんこの最後のフィニッシュで取れたということは、もっと別のところに、例えばこのようなところにギターのいわゆるほぼ無音になる部分があったとして、そこに若干のピックノイズとか、もしくは指板のノイズ、フレットノイズっていうやつですね、そういうのがあったとしても、この部分で自動的に後ろでさえやれば、この部分でもう一度測り直さなくっても綺麗に処理ができるということになります。 RX8 からは、まあギターの場合はこれをしなくてもギターでノイズというプログラムがあります。はい、ギターでノイズの特に真ん中の部分と、そして右側の部分はそういう指板のノイズであったりとかを除去するのにとっても優れたソフトウェアになっています。左のところはいわゆるギターアンプなんかがブーンと鳴るような低い低音のノイズなんですが、右の2つはギターの弦とピックが当たるようなちょっと耳につくような高音を取るときにとてもよく、指板のノイズなどもかなりの確率で除去できます。そしてまさにピックノイズと書いてある方も、 I というところをオンにして、こちらのセンシビリティ、これをどれだけ感度よくするかを決めて、そしてよりどこまでリダクションをするかっていうのをこの右側のスライダーで調整します。下側のアタックというのを上に上げれば上げるほどこれも取りやすくなりますけれども、すごく上げるとよく取れるんですが、それも音質劣化になりますので、そこらも注意深くして、 RX8 以上をお持ちの方はこれを使うのもギターの場合はとっても有効だと思います。今日はノイズの処理について、少し間違った使い方をされている方、もしくはおおむねはループ範囲を作ってちゃんとやってるんだけれども、このボイスでノイズの仕組み自身をしっかり理解できていない方、そういう方のために RX のボイスでノイズについて少し深掘りをしてみました。この機能の細かな部分をあまり使い切れてないという方もたくさん、僕もレッスンなどをしてたらありましたので、皆さんにご報告をしたいと思いました。村長でした。